こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はなんか画面が傾いてると思いかもしれませんが、これはわざと傾けてるわけでありまして、実は三脚ってこういった傾いたところでも簡単に水平出しができるように、例えばこちらのグランドマスタースポーツ3ですね。こちらの分台は3ウェイ式ということで、上下と左右と横位置縦位置、あるいは傾きの調整ということで、これをこちらのハンドルですね、ティルトハンドルを緩めて8、こうすると皆さんから見てほぼ水平が出てるんではないかなと思います。こういったわけで簡単に水平が出せるというのがグランドマスタースポーツの3ウェイ運台の特徴なんですが、こちらベーシックな三脚スリックの GX6400 ブルー、こちらの運台ですね、3ウェイ運台です。同じように上下と左右と横位置縦位置というふうに変換ができます。では皆さんから見て水平になるようにならないんですね。ここから下側にはこのタイプの運台だと下がらないんです。グランドマスタースポーツ3の2ハンドルタイプの運台だと、多少こちら側ね、水平よりも反対側に倒れるように余地を作ってあるんですが、このタイプ縦位置横位置の切り替えをつまみでするタイプはこれ以上下げるということがなかなかできないわけです。そこでどういった方法を取ろうかというのが今日のご紹介です。運台で解決する方法について考えていきましょう。実際にカメラを取り付けていきます。今回はソニーの ZV-E10 という割とコンパクトなカメラ、ちょうどこの GX6400 ブルーに対応するぐらいのこのカメラを取り付けていきます。カメラを取り付けるときは GX6400 ブルーのクイックシューはこのように横長、カメラの底面に合わせて取り付けられる形状になっています。そしてこのままパチンと取り付けて、これで問題の状態ですね、傾いている状態、カメラが水平が出てない状態というわけなんですが、これ以上下げようがないという問題があるので、この場合は一旦カメラを外します。そして運台の水平を止めるストッパーを緩めて前後逆にするんですね。そしてパチッと取り付けて、ここのつまみ、これを緩めて、ほら水平になりましたね。あ、止まってなかった。これ手を離した状態でこれをグッと締めると下がっちゃうことがありますから、ちゃんとカメラを支えて水平位置を見てつまみを締めるということをしますと、ほら水平が出せました。今の解決方法だと運台の向きが前後逆になる、ハンドルの回す方向が逆手になりますし、まあ、真上が向くというメリットはあるんですけども、使いづらくなるんじゃないかというお考えもあるかと思います。そういった時のためにもう一つ方法があるんです。その方法は、一度元の状態、カメラを通常の状態に付け直しますね。ここで運台側は元の通りなんですけども、運台を動かさずに足を操作するという方法を使います。位置を下げましたけども、操作するのはこの脚力レバーのところですね。もうちょっと見やすくしましょうか。こういった具合でこの脚力レバー、一番下側を操作するとお考えかもしれませんが、大きく伸ばすときは下の足で調整なんですけども、今ご説明するようなこの傾きの微調整ぐらいだと上のレバーで操作しても強度的にはあまり変わりがありません。ここで傾いてる側、こっちに傾いてるのかな、だから反対側のレバーを緩めて8、こういう風にしていくとほら水平が取れます。この操作の時にレバーの動かす硬さというのが重要になってくるんですね。部分で水平を出す時のポイントなんですが、この三脚 GX6400 のエレベーターの周りのここに水準器というのがついています。気泡があって、この空気の粒がこの丸い
枠の中に入ってると水平が出るというものなんで、これを見ながら足の長さを微調整していって、はい、気泡が真ん中に来たというところで固定ということですね。この水準器がここの基部についてるというところがポイントでして、この三脚の基部のところが水平になっていれば、雲台を水平にしておいた状態でどのように回していても水平が保たれるということです。三脚の基本はここの基部のところの水平が保たれているというのがポイントだったりするので、この水準器を参考に水平出ししてみてください。もちろんグランドマスタースポーツのようなナット式の脚ロックでも軽い力で固定できるように工夫がされています。この辺は精度の問題ですね。非常に精度が高くって軽い力で脚ロックを軽く回すだけで固定ができるといったものです。これがね、しっかり止まらないとか、ぐっと回さなきゃ止まらないということだと、中のパーツがすり減っているという可能性があります。中のパーツのすり減り具合をチェックして、必要に応じて交換するといったことも必要かもしれません。今日は三脚が傾いている時の対処方法ということで、足の長さを調整したり、あるいはカメラの前後を入れ替えて、雲台の傾き方向を調整したりということでご紹介いたしました。このスリップの GX6400 ブルースリップの青いやつということで、非常にインスタ映えがしそうな三脚ということで、私自身もこれからインスタにいろいろこのね、スリップ GX6400 を使ってるシーンを投稿していこうと思います。